です。トップで登場したのはアッキーナの愛称で人気のタレント南明奈さんです。すごいですね。松下さん、こちらのブランドの特徴はどんなところですか？こちらは世界150カ国以上の国と地域で愛され続けているファッションドールのアパレルブランドなんですよね。で、あのファッションドールの世界観というのをこうベースにエレガントでロマンチックで可愛らしいスタイルを提案しています。で、そのドール人形お人形さんが今年はちょうど、生誕50周年ということで世界各国で様々なイベントなども開かれているところですね。なるほど。人間のアイドルというか、うん、もう小さい頃にすごいいっぱい集めてたんですよ、うん、で着て替えとかよくやってたんで、うんうんうん、もうなんかそういうのを再現して実際にこう服にしてくれるっていうのは本当に見ててなんか思い出すというか、うん、僕で一番好きだったのって覚えてます、うん、まあね、やっぱね、ドレスがドレスとか着てて遊んでましたね。あとはやっぱりなんか、ね、今のトレンドを取り入れてるのがこのブランドの特徴なんですよね。うんうん、そうですね、なんか着られます、はい。いや、やっぱりこうやって中央にこうリボンがついてたりとかスパンコール使ってると、特定の登場はウェディングドレスですよ。ました、かわいい女の子の永遠の憧れですね。ふなはリュウさんとご出演してもらいました。またリボンですね。いや、かわいい。あの普通に行けば一生に一回なんですけども、まゆみさんどうですか、ご自分の結婚式の時にはどんなドレスを着たいかとか、もう思い描いていますか？そうですね、私やっぱピンクが好きなのでピンクをちょっと、まあでもこういう感じすごい好きなので、どっちどうでしょう、はい、なんかスワローもついていて今らしくて可愛いですね。あれですよね、最近ほんと大きいリボンがついた服とかが多いですよね。そうですよね。最後のモデルが増中翼さんです。すごい可愛い。新しいですね、なんか新しい、銀河チェックと、こんな立体的なこうボリューム感ってなかなかないですよね。あ、これは着たいですね。こちらの方が好きですか、うん、そうですね、なんかそれはちょっと私もあのびっくりしました、見て。さっきもさっきです、なんか女性らしくて可愛いんですけど、また違ったなんか驚きがあって、不感覚な感じがして。そうですね、なんか見てて楽しめます、本当にあのその花嫁さんの個性っていうのがこのブライダルの、ね、ドレスに語ってるという感じがしますよね。すごいですね、これはすごいです。ちなみに増岡翼さんご自身の結婚式では結構なミニのドレスで登場して、結構みんなをびっくりさせて